一流のピッチャーの変化球はしばしば魔球と称されます。誰も打てないと思わせるようなキレのある変化球で打者が空振り三振。悔しそうな顔をしながらベンチに下がっていく相手選手を見たら、ちょっとだけ胸がすくような思いがしませんか？今回はそんな変化球の中からカーブに絞って紹介していきます。視聴者の中には野球をあまり知らない人もいると思います。なのでまずはカーブとは何ぞやというところから解説しようと思います。カーブとは比較的遅い変化球で、ピッチャーの利き腕と反対に曲がっていく変化球です。回転速度が速ければそれだけ変化量も大きくなり、キレのあるカーブと言われます。緩急をつけて打者のタイミングを外すという目的の場合が多く、選手はカーブを決め球として使うようです。なのでカーブを習得している選手は本格派と言われるピッチャーが多いようですね。例を挙げるならダルビッシュ有選手や工藤公康選手が該当します。ただ変化量が小さかったりキレのないカーブは初戦カーブと言われ、あえてそれを見せ球にして投げる投手がいます。例を挙げると日ハムの金子千尋選手が該当します。また一言でカーブといってもその名称は4種類ほどあり、比較的速度が速いパワーカーブ、ストレートと速度の差が激しいスローカーブ、縦の変化に特化したドロップカーブ、強い回転をかけ制球が難しいナックルカーブの4種類です。しかし現在はツーシームやスプリットなど高速変化球の流行もあり、カーブの使い方は徐々に減っている傾向にあるようです。そんな中でカーブを決め球にしている選手を4名紹介していきましょう。武田翔太。九州のダルビッシュとも呼ばれたこともあるホークスのピッチャー武田選手は2011年のドラフト会議で1位指名され、同年の7月日ハムとの試合初登板でストレートは最速152キロを計測し、5回までノーヒットピッチングを披露。6回1安打無失点でプロ初勝利。ホークスの高卒新人での初マウンド初勝利は2年ぶり17人目、球団としては実に31年ぶりの快挙でした。続く14日のロッテ戦でも6回4安打無失点の好投を披露、球団として初めて高校初登板から2連勝を記録。その後も快進撃を続け、フレッシュオールスターでは5番手として2イニングをパーフェクトピッチング、最優秀選手賞を受賞しました。レギュラーシーズン再開後は8月4日の西武戦で7回途中3安打13振初の2桁三振を記録して勝利投手となり、高校新人先発デビューから4連勝を達成。1966年の堀内恒雄選手以来46年ぶりの快挙となりました。中6日は疲労も考慮されて登録抹消、中13日で日ハム戦に登板、6回5安打8三振2失点と好投を見せますが、味方の援護に恵まれず初黒星を記録。しかしその後は白星を積み上げ、最終的に11登板8勝1敗防御率 1.07、 新人王争いに加わるものの最後は増田直也選手に届きませんでした。そんな武田選手のカーブが注目されたのは2014年の日本シリーズ第2戦のことでした。初回から阪神打線を寄せ付けない投球、特に注目されたのはスピードガンで計測ができない緩く縦に落ちる変化球でした。その正体はドロップカーブ、しかもスローカーブの変化を織り交ぜたもので、阪神の選手はこのカーブに手も足も出せずに6回2アウトまでパーフェクトピッチングを披露します。最終的に7回3安打1失点で勝利投手となり MVP も受賞。シーズンオフには日米野球2014の日本代表11月20日の最終戦に登板、3回4安打3奪三振1失点の内容で見事勝利投手となりました。武田選手は後のインタビューで魔球ドロップカーブについて、小学生の時にやっていたバレーボールのアタックから来ていると語っていました。ピアース・ジョンソン。2018年12月にわずか1年の間でしたが阪神へと入団した助っ人外国人のジョンソン選手もまたカーブを武器としたピッチャーでした。2019年オープン戦で登板した7試合は全て無失点に抑え、3月29日の開幕戦にリリーフとして初登板。
この試合から16試合連続無失点を記録。さらに5月21日から7月5日までセリーグ歴代3位タイとなる12試合連続ホールドを記録。6月にコンディション不良で1ヶ月ほど登録抹消されるものの、30日の中日戦で復帰登板、20ホールドを達成した事例はピアース・ジョンソンが初めてでした。この活躍を背景にオールスターゲームでセリーグ中継ぎ部門にファン投票1位で選出。第2戦8回表にリリーフ登板し1イニングを無失点でピシャリ。後半も安定した成績を収め、チームはこの年リーグ3位と A クラス入り。 CS 進出にピアース・ジョンソン選手の功績は欠かせませんでした。そんなピアース・ジョンソン選手は188センチの身長から投げ下ろされる最速156キロの速球に加え、130キロを超えるパワーカーブを含めて3種類のカーブを使い分けることができ、高い奪三振率が最大の特徴でした。特にパワーカーブは独自の軌道を描くオリジナルカーブで、何人もの選手がバットで空気をフルスイングする光景が当時の甲子園で幾度も実演されました。工藤公康、2021年まで常勝軍団ホークスの監督もカーブを最大の武器とする投手でした。甲子園での活躍をきっかけに屈指の左腕と高い評価を得るようになり、毎日新聞で金村義明選手、牧原博美選手と並び高校のビッグ3と呼ばれ、1位指名は確実などいろいろな報道がされていました。その一方で工藤選手自身はセリーグ、特に巨人に入団することを希望していましたが、ドラフト会議の4日前にまさかのプロ入り拒否を宣言。指名挨拶を済ませた9球団に指名お断りの文書を発送します。その真相は、工藤選手の父親が甲子園で慢心している気配がする、人間形成のために就職させると考え、熊谷組に就職させるつもりでした。いや、親が子供の進路勝手に決めんなよってツッコミを入れてもいいですかね。しかし蓋を開けてみたら、工藤選手は西武がドラフト6位で指名、最終的に就職ではなくプロ野球選手になることになりました。入団1年目、高卒新人ながら開幕1軍ベンチ入りを果たし、8月31日の日ハム戦で初勝利を達成。同期はリリーフで起用され、最終的に27試合登板、1勝1敗、防御率 3.41 と好成績を収め、この年のパリーグプレーオフ第2戦目に登板、勝利投手になっています。西武、ダイエー、巨人、横浜と4球団を渡り歩いた工藤選手、最高球速は149キロと150キロにわずかに届きませんが、その分カーブの落差が非常に激しく、ストレートよりも30キロ以上遅いことに加え、回転数が多くて非常に変化量の多いスローカーブが打者の目を狂わせます。さらに縦に落ちることからドロップカーブの要素も織り交ぜられていたようです。誰よりも勝利することにこだわり、1999年ノーヒットノーランがかかった9回、今日の試合これで勝てるんだからとノーヒットノーランチャレンジを提案したジョージ・マッケンジー、もといジョージ・マッケンジー選手を一括、そちらよりも勝利にこだわった工藤選手らしいエピソードもあります。岸隆行、現在楽天で活躍している岸選手もまたカーブを武器としている投手です。社会人野球チームの初代監督であった父親の影響で野球を始めた岸選手は、2000年に宮城県名取北高校に進学、自宅が最寄りであったこともそうですが、最もな理由は野球部が坊主頭ではなかったことが高校選択の理由だとか。高校3年、高校野球宮城大会で多賀城高校の試合で東北学院大大学硬式野球部の菅井徳夫監督の目に留まり、東北学院大学の入学を名取高校野球部の監督に直談判、2003年に同大学へと入学しています。そして2006年、岸選手は尊敬していた西口文也選手がいる西武へ、大学生社会人ドラフト会議希望入団でプロ野球の世界に足を踏み入れました。2007年、開幕直後から先発ローテーションに定着、2度目の登板となった4月6日のオリックス戦でプロ初勝利。チームの低迷期であった中、コンスタントに白星を積み上げ、終わってみれば新人として松坂大輔選手以来となる2桁勝利をマーク。チーム2位の防御率 3.4、 奪三振はチームトップの142個を記録していました。2009年には開幕6連勝、
自身においても2年越しで12連勝を記録。4月の月間成績は驚異の4試合全勝。7月20日のオリックス戦で10勝目を挙げ、チームではまた松坂選手以来となる3年連続2桁勝利を記録するなど、まさに西武のエースとして獅子奮迅の活躍を果たしました。そんな岸選手のカーブですが、非常にオーソドックスなカーブです。しかしそのオーソドックスさがゆえに理想に一番近いカーブと言われています。岸選手のストレートはマックス150キロですが、まずカーブの球速が110キロと落差が大きく、一度上に上がってから下に沈んでいくという、まさに典型的なカーブの軌道を描く基本に忠実な変化をします。投げ方は人差し指に力を入れず、中指と親指で抜くように投げるという岸選手独特のフォームになっているようです。いかがでしたか？最近は減少傾向にある変化球ですが、それゆえに極めればその緩急で打者を惑わせ、空振りを誘い、タイミングをずらして凡打の山を築く、まさに魔球と言っても過言ではない変化球。この他にもカーブを武器としている選手はたくさんいますので、こんな選手を知っている、こんなカーブが魔球っぽい、などなどコメントで書き込んでいってくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。